皆さんこんにちは。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥選手、その次なる試合が急遽動き始めています。昨年12月にマーロン・タバレス選手を撃破し、スーパーバンタム級4団体統一を果たした井上尚弥選手は、今年5月6日に WBC 同級1位のルイス・ネリ選手を KO で撃破。その試合直後には現 IBF&WBO 1位であるサム・グッドマン選手をリングに上げ、次戦は9月頃、隣にいるグッドマン選手と防衛戦をしたいと宣言。しかしグッドマン選手は度重なる事情により対戦には合意しつつも、試合開催時期を12月へ延ばすことを希望。これにより交渉は難航しており、9月は関係を深めていた元 IBF 世界同級王者のテレンス・ジョン・ドヘニー選手との対戦が有力視されていました。ですが WBA から9月25日までに試合を行うことを命じたとの発表がありました。そこで今回は WBA からの対戦指令、タイトル剥奪、大橋会長の本音について調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。現地時間6月13日、 WBA は指名挑戦権を持つムロジョン・アフマダリエフ選手と9月25日までに試合を行うことを命じたと正式に発表しました。井上尚弥選手は昨年12月にマーロン・タパレス選手を撃破し、スーパーバンタム級4団体統一を達成。今年5月6日には WBC 同級1位のルイス・ネリ選手を KO で撃破し、その試合直後に現 IBF&WBO 1位のサム・グッドマン選手をリングに上げ、次戦は9月頃、隣にいるグッドマン選手と防衛戦をしたいと宣言していました。しかし今年3月に試合を行っていたグッドマン選手の陣営がコンディション調整と自国興行を優先するとして対戦には合意しつつも、試合開催時期を12月へ延ばすことを希望しており、これにより交渉は難航。9月は関係を深めていた元 IBF 世界同級王者のテレンス・ジョン・ドヘニー選手との対戦が有力視されていました。ですが今回の WBA の発表により、これらの路線が一気に変更となる可能性が浮上します。 WBA はすでに両陣営に公式な文書を送ったとし、交渉期限は7月14日までで、合意に達しなければ入札に、仮に9月25日までにアフマダリエフ選手との防衛戦を行わなかった場合には、井上尚弥選手からベルトを剥奪する可能性も示唆しています。このように団体からの突然の指名によって王座返上を余儀なくされる例は決して少なくありません。昨年11月には世界ウェルター級4団体統一王者のテレンス・クロフォード選手が IBF の暫定王者との団体内統一戦の義務を果たさなかったとしてタイトル剥奪を命じられています。これまで無敵の井上尚弥選手の決断は今後のタイトル戦線にも影響するだけに、早くも注目が高まっています。そうした雰囲気からアフマダリエフ選手の陣営も対戦実現に意欲的のようです。アフマダリエフ選手は昨年4月にタパレス選手との防衛戦に敗れ王座から陥落。その後昨年12月に行われた WBA 世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦でケビン・ゴンザレス選手を8回 TKO で撃破し、試合後に俺の目標はベルトを奪い返すことだと叫び、再びタイトル戦線に絡もうという動きを見せていました。この動きに対してプロモーターを務める A 興行大手マッチルームボクシングのエディ・ハーン氏は自身の X で、怪物にとって今の階級で最もタフな試合であることは間違いない、122ポンドスーパーバンタム級に残っている真の試合はこれしかないと連投。両雄の写真も公開して交渉に前のめりな態度をあらわにしていました。井上尚弥選手が所属するジムの大橋秀行会長は14日の取材にて、井上尚弥選手が9月首都圏での次戦を計画して、すでに対戦相手も絞られていると強調し、大橋会長は次の挑戦者について動きほぼ内定している、このタイミングで言われてもと困惑した表情を浮かべていました。続けて9月の次に指名試合をやってもいいが、それでもダメなら剥奪はしようがない、返上はしない、それは井上尚弥とも話していると明かしています。
交渉が大詰めだったと思われる。ドヘニー戦へのアプローチも含め、唐突に公表された約30日間のリミットで両陣営による交渉はどのように進むのでしょうか。各陣営のこれからの動きから目が離せません。ではここからは井上尚弥選手の経歴について振り返ってみたいと思います。井上尚弥選手は神奈川県座間市出身の1993年4月10日生まれで、元アマチュア選手であった父のもとに生まれました。キャリアをスタートさせたのは小学1年生の頃で、初めて試合に出た小学6年生の時には全国大会にて年上の中学2年生の選手相手に RSC 勝ちを収めるなど、幼い頃からその圧倒的な才能の片鱗をすでに見せていました。高校に入学すると1年生にしてインターハイ、国体、選抜の3冠を達成、アジアユース選手権でも銅メダルに輝きます。2年生では世界ユース選手権ベスト16入りや国体の連覇、全日本アマチュア選手権での準優勝など活躍。3年生ではインドネシア大統領杯を優勝して初めてとなる国際大会の金メダルを獲得。インターハイ、全日本選手権で優勝し、高校生で史上初めてとなるアマチュア7冠を達成しました。そんな井上尚弥選手のプロキャリアは2012年10月2日のプロデビュー戦から始まりました。デビュー戦では OPBF 東洋太平洋ミニマム級7位のクリソン・オマヤオ選手と対戦、1回からダウンを奪い、結果は4回2分4秒 KO 勝利。これによりプロ転向からわずか3ヶ月で OPBF 東洋太平洋ライトフライ級10位、日本ライトフライ級6位になりました。翌年は日本ライトフライ級1位の佐野由紀選手と対戦し、10回1分9秒 TKO 勝ちを収めて日本ライトフライ級1位に。勢いそののままに約4ヶ月後には日本ライトフライ級王者の田口良一選手を破り、国内最短タイ記録となるデビューから4戦での王者奪取を達成して、世界ランクにも上位にランクイン。この年 OPBF 東洋太平洋ライトフライ級王座も国内最速タイ記録となるデビュー5戦目での体感に成功しました。その後も翌年に6戦目でアドリアン・ヘルナンデス選手から WBC 世界ライトフライ級王座を奪取、国内最速となる6戦目で世界王座を体感します。 WBO 世界スーパーフライ級王者で、スーパーフライ級において14年間無敗を誇ったオマール・ナルバエス選手からキャリア初となるダウンを奪うなどして KO 勝ちを収め、史上最速となる8戦目での2階級制覇。2018年に WBA 世界バンタム級レギュラー王者のジェイミー・マクドネル選手を撃破して国内最速である16戦目での3階級制覇を達成。2022年に WBC 王座、バンタム級王座を戴冠し、 WBA 王座、 IBF 王座と合わせて日本人初の3団体統一王者に輝きます。加えて年内に WBO 世界バンタム級王座も手中に収め、アジア、日本人初の4団体統一を達成。しかし井上尚弥選手の強さはこれでは終わらず、2023年には WBC、WBO 世界スーパーバンタム級統一王者のスティーブン・フルトン選手と WBA スーパー、IBF スーパーバンタム級統一王者のマーロン・タパレス選手を下し、ボクシング史上2人目となる2階級での4団体統一を達成しています。今年は5月6日に東京ドーム大会でルイス・ネリ選手を下し、史上3人目となる WBC ダイヤモンド王座を獲得しています。そして何より井上尚弥選手のここまでの戦績は27戦27勝24 KO とプロ転向から無敗を誇っています。いかがでしたか。今回は井上尚弥選手の次戦に関して、WBA からの対戦指令、タイトル剥奪、大橋会長の本音などの情報をご紹介しました。突如として告げられた次戦の相手に、井上尚弥選手やその陣営は果たしてどう動いていくのでしょうか。これからの動きに注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。